化粧のノリをサポートするスキンケア。今回は保湿方法についてお伝えします。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。乾燥肌の方には症状を軽くするマッサージの方法になります。40代前の方には肌の潤いを長持ちさせるマッサージの方法になります。50代60代の方には肌の潤いを失いにくくする方法になりますので、ぜひ最後までご覧になってください。はじめに自分でコントロールできる生活習慣や健康管理をお伝えします。当たり前のことですが、あなたにとって規則正しい生活を送ってください。規則正しいというのは、朝早く起きて夜早く寝るといったことに縛られずに、いつも同じ時間帯に起きて十分な睡眠をとって、また仕事や趣味を活かせる、この生活スタイルを意味します。時間がずれていても致し方ありませんので、睡眠時間がどれだけ確保できるかというところを確認してください。食べ過ぎや飲み過ぎも体にエネルギーをたくさん取り入れるので、代謝が上がって肌を乾燥させる原因になります。今よりも少しだけ量を少なくするように心がけてみてください。ストレスを抱え込んで悲しむ時はさほどでもありませんが、怒ったりすると体の代謝が上がるので肌も乾燥しやすくなります。ストレスを少し感じたら早めに発散するように心がけてください。食事の量のお話をしましたが、辛いものや味が濃いもの、脂っこいものをたくさん食べると胃腸が熱っぽくなって肌を乾燥させやすいので、食べるものにも同じものを何日も続けて食べないといった工夫をして楽しんでください。自分で健康状態をコントロールできなくなって肌が乾燥するのには、不眠と便秘が代表的な体調不良です。この2つについて掘り下げていきます。不眠や便秘もいろいろな原因があるのですが、今回は体を熱くする熱感を持つ原因について解説します。それは更年期の症状と重なってくるので、更年期障害で悩んでいる方にも肌の調子を整えるだけでなくて体調も整えることになるので、実践してみてください。先に眠りの質を高める方法からお伝えします。今から紹介するマッサージは次の2つのタイプの方に役に立ちます。すぐに目が覚める方、イライラして眠りの質が悪い方、それぞれの対処法をお伝えします。すぐに目が覚める方は、胸が暑苦しいとか口や喉がよく乾く、このタイプに多いです。お伝えするツボを押して喉の渇きや胸の暑苦しさ、息苦しさが変わってくれば眠りの質も変わってきます。すぐに目が覚める方は、胸や頭に熱がこもっている場合が多いので、手のひらが熱くなりがちです。そんな時には手を少し曲げて一番くぼんでいるところを触ってください。右と左どちらのツボでもいいのですが、触って気持ちが良いところを指圧します。ゆっくり押さえて手をすぐに離すようにしてください。押す時間は3秒から4秒押してすぐに離す。これを10回ほど繰り返します。10回行ってまだ手のひらが熱いなぁと感じたら、もう一度10回行ってください。10回もするのがめんどくさいという方はストレッチを行って、熱感が冷めるまで続けてください。
右と左は手の押さえたところが気持ちいい側をストレッチを入念に行います。両方気持ちいい場合は右から始めて左側を指圧してください。口が乾いたり喉がすぐに乾く場合は足首の内側を指圧します。椅子や床に腰掛けて膝を曲げます。内くるぶしの下に硬い塊があると思います。この塊を指で押さえます。5秒押さえてすぐに手を離す。5秒押さえてすぐに手を離す。これを5分程度繰り返してください。すぐに効果は現れませんが、喉の渇きや口が乾いてくるタイミングが長くなってくると思います。胸や手の熱感、喉の渇き、口の渇きが変わってくれば眠りの質も変わってくると思います。それまで毎日続けてください。1日の回数は制限はありませんので、気になったら何度でも行っていただいて構いません。ただし押しすぎて指を痛めないようにしてください。自分で押すので、押す指、押される指、どちらも痛まないように気持ちよく刺激をするように心がけてください。毎日するのが苦痛の場合は1日おきでも構いませんが、週に3日は続けてほしいと思います。寝つきが悪かったり、よくため息をつく場合は、胸に熱感を覚えるか、息苦しくなっていると思います。その時には右手の手首にあるツボをマッサージしてください。この手首の横線から肘の方に上がったとこに手首を曲げると筋肉の腱が分かります。この腱の間を触ると硬いものが触れると思います。この硬いものをゆっくり押さえて力を緩めます。また力を入れて離します。押す時間は3秒から5秒押してください。ツボがわからない場合は手首をストレッチして角度を少し変えて、突っ張り感が強い方向があると思うので、その方向をしっかりストレッチするようにしてください。このストレッチは主に右に反応が出ると思います。次に左足の向こうすね、一番筋肉が硬いところをほぐしていきます。膝を立てて拳を作って、その筋肉を軽くマッサージしていきます。マッサージが終わったら、すねから足首に向けて軽くさすってください。拳でも効かない場合は、このようなマッサージ器具で刺激しても構いません。痛くないように刺激してください。また強くする必要はありません。心地よい刺激でマッサージをするように心がけてください。時間に関しては3分から5分を目安にしてください。気持ちがいい場合でも、あまり長くすると後で筋肉が痛くなるので、一度に長くせずに5分を2回するように工夫してください。次は便通を促進するマッサージになります。このマッサージが効果を出すと思われるのは、次の3つの生活習慣に心当たりがある方です。辛いものをよく食べる方、飲酒量が多い方、脂っこいものや味が濃いものを食べる日が多い方に有効なマッサージになります。お腹のマッサージの手順はこちらのイラストを参考にしてください。
胸の真ん中から骨盤まで軽くさすってください。座ったままでもいいですし、仰向けになってさすっても構いません。強くする必要はありません。軽くなぞる程度でお腹は動いていきます。グーというような音がすれば腸が動き出した証拠になります。次はイラストにあるツボを触って、硬いところがあれば指先でマッサージを行います。指先を硬いところに当てて、このように回してください。回す方向はイラストで紹介していますので、あなたから見て同じ向き、時計回りに回すようにしてください。眠りやすくなるために、目の周りやヘッドマッサージで筋肉をほぐして、緊張した神経を和らげるマッサージをしていきましょう。マッサージの順番はイラストを参考にしてください。眉間の間、真ん中にツボがありますので、このツボをゆっくりマッサージしてください。 3,4 回回してから、頭のてっぺんの方に軽く 5,6 回さすります。強くしたり痛みが出るほど押さえたりさすったりしないでください。強い刺激、痛みは眠りを妨げることになります。指を交互に使ってマッサージをしても構いません。同じ場所から眉毛を目尻に向けてさすります。5,6 回マッサージをしてください。次に噛むと動く場所を軽くマッサージします。このマッサージも強くすると痛みが残って眠りを妨げるので、気持ちいいという感覚を大事にして、優しくゆっくりマッサージしてください。10秒から20秒マッサージします。ストレスが強い方は歯を食いしばっていることが多いと思うので、この耳のあたりから頭の横は特に重点的にマッサージを行います。神経が高ぶっているなと思う方は、この真ん中のラインを頭から後ろ、後頭部に向けてしっかりマッサージをしていきます。次はツボを押していきます。先ほどの真ん中を少しマッサージしたので、次は眉毛の内側、ここをマッサージしていきます。このマッサージの目的は、目の周りの筋肉をほぐして高ぶっている神経を和らげて落ち着かせるマッサージなので、リフトアップなどは考えないでください。回数は 5,6 回回転させるようにマッサージします。このぐらいのマッサージ量でまぶたがたるむことはありませんので、安心してマッサージを行います。次に黒目の真ん中、眉毛の真ん中、この場所をマッサージしてください。1本でツボを外してしまう不安がある方は、2本でマッサージをすると広範囲がマッサージできるので、ツボを外すことはありません。またツボにこだわることはあまりしないでください。筋肉が緩めば神経が落ち着いてくるので、ツボは場所の目安程度に思ってください。次に眉毛の端、外の端もマッサージします。
すべて1箇所につき5、6回マッサージをしてください。この時点でおそらく目の周りは軽くなっていることだと思います。軽くなっていなくても数日かけて変えるように、焦らずにのんびりマッサージを続けていきます。次は頭の横、このマッサージを行います。はじめに真ん中のラインをマッサージしましたが、髪の毛の生え際から横にマッサージをしてください。男性の方で生え際が定まらないときは、額に手を当ててこの辺りをマッサージするようにしてください。このマッサージも5、6回ずつ、こういう手の動きでマッサージを行います。何度も言いますが、強くするほど眠りにくくなるので、優しくゆっくりマッサージをするようにしてください。次は手のひらの柔らかいところでマッサージを行ってください。目標は耳の上の周りです。しっかりマッサージしてください。心地いい刺激を心がけてください。心地いいからといってグリグリすると後で必ず痛くなるので、眠りを妨げることになりますから、気持ちが良くても物足りなくても全体的にマッサージを行います。強刺激を防ぐために3回までにしておいてください。最後の仕上げとして、指で眉毛のラインから頭のてっぺんを通って首までマッサージを行います。ゆっくりマッサージをしてください。後頭までしっかりマッサージを行ってください。このマッサージは気持ちがいいので、1分程度を目標にマッサージをします。爪が長い方は肌を痛めないように工夫してマッサージしてください。最後に深呼吸をします。呼吸が早いと神経が高ぶるので、ゆっくり目をつぶって深呼吸をしてください。ゆっくり吐く方が気持ちが落ち着きます。鼻から吸って口から出してもいいですし、鼻から吸って鼻から出してもいいです。鼻が詰まっている方は口呼吸をしてもいいので、眠りを誘うリズムを作っていくことを目標に呼吸をしてください。あとは室温を眠りやすいように、暑すぎず寒すぎず、お好みの室温を保って、湿気がたまらないように換気をすっかり行って、眠りやすい環境を作って眠るようにしてください。テレビを見ながら寝るという習慣があるかもしれませんが、真っ暗な方が実際は眠りやすいので、代わりにラジオをつけて眠ることをお勧めします。また寝る前にスマホなど光刺激を受けると神経が高ぶるので、可能な限り睡眠する1時間前には光刺激を少なく最小限にするように心がけてください。体の寝つきをとる、しっかり眠ることで肌のダメージを回復する働きが体にはありますので、
その働きを高めていく、邪魔しないということが肌の保湿に関わってきます。このマッサージの方法は顔の肌だけでなくて全身の肌の潤いを取り戻そうとするので、期間的にはできたら3回のターンオーバー、つまり3ヶ月は続けてほしいと思います。できる日とできない時があると思いますが、できない日が多いほど変化は長くかかりますし、しっかりやればやるほど変わってくると思います。ただ悩みやストレスが多いと眠りの質がどうしても下がるので、ストレス発散などはしっかり行ってみてください。今日の内容が役に立ったと思ったら評価とコメントをお願いいたします。最新情報をいち早くあなたにお伝えしたいので、チャンネル登録がまだの方は写真をタップしてチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をされた方は通知をオンにされると情報の取りこぼしがないので、ぜひご利用ください。あなたのエイジングケアと美容に役立ててください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。